では最初のニュースこちらです。1都3県の緊急事態宣言昨日解除。首都圏1都3県の緊急事態宣言は昨日21日をもって解除され、およそ2ヶ月半にわたった宣言はすべて解除されたことになります。政府は引き続き国民に感染対策の徹底を求めるとともに、無症状者のモニタリング検査の大規模な実施などで感染の再拡大防止に全力を挙げるとしております。これについてですね、昨日2年ぶりに開かれた自民党の党大会で演説する菅総理大臣の声をお聞きいただきます。これからが大変な重要な時期となります。国民の命と暮らしを守るため、政府与党の力を結集し、引き続き皆さんのご協力をいただきながら、この新型コロナとの難局を何としても乗り越えてまいりたいと思います。ということでしたが、さあ岩田さん、これね、延長で予約解除ということになりました、はい、どうご覧になりますか。そうですね、これまず延長なんですけれどもね、この延長したこと自体が、まあ、本当に何か科学的な根拠があったのかっていうよりもですね、うん、私から見てるとですね、まあ、ちょっと、まあ、うがった見方かもしれないんですけれども、極めてですね、この小池百合子都知事とのですね、もうなんかパフォーマンス合戦、逆に言ったら、はい、小池百合子さんにパフォーマンスに使われないように、うん、まあ2週間延長したということで、まあなんかこのなんていうのかな、あまり合理的な科学的な根拠がですね、明確ではないなというようなことを一番感じました。はい、なんか延長もそうだし、で、そういった理由で延長しちゃうと今度解除の時もあんまり説明できないみたいなことになりますよね。そうそうです。いや、そう思いますね。だからやっぱりなんていうのかな、やっぱり私はね、今回のこのコロナの中で一番、はい、あの問題だなというふうに思ってるのは、このコロナっていう、まあ、全日本が取りあの一丸となって取り組んでいくべき問題に対してですね、これをね、自分のパフォーマンスとか政治のためにですね、利用するっていう、まあ、政治家、まあまあ、具体的に小池百合子さんのやり方はですね、私から見るとこれは悪質なポピュリズムに見えますね。で、一方でそれがそのこう世論にどう響くかというところで言うと、あの延長、さらに延長するのに賛成の人も、はい、世論調査なんか見るともう5割6割と出てくるというね。いや、結構いますよね。でもこれね、やっぱり私なんかあの見ててですね、じゃあね、いつになったらこの解除がね、はい、解けるのかっていうのを、やっぱりね、本当に何かね、明確な基準でやっておかない限り、ずっとね、その意見を聞き続けたら、それはゼロになるまでね、怖いっていう人はいるわけですからね。だからね、ちょっとね、私はあの緊急事態宣言の出し方、それから解除の仕方というものが、ちょっと恣意的じゃないかなという気がしますね。まあね、その部分で非常にこう影響を受けたのは飲食業等々が、そうですね。ね、相当経済的には厳しかった。で、はい、週末というか、木曜、金曜ぐらいに、はい、時短に従わないお店に対して、まあ、命令まで出したと。ありましたね。あれびっくりしました、ね、この緊急事態宣言解除のタイミングで出すとかっていうふうに思ったそう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 、なんかもうちょっとなんていうのかな、見せしめっていう感じがしましたよね、あのやり方は。私はね、その緊急事態宣言の中でもう一つ問題だなというふうに思ってるのは、はい、あの規模の問題がほとんど考慮されずに、あのお金をですね、こう、補助をするということになっていて、はい、逆にね、あの、変な話、うん、1日6万円も売り上げ上がってないようなお店ではですね、はい、逆に儲かっちゃったっていう話もですね、来てて、これはね、なんか働かないのに ね、これ儲かってしまうっていうのはね、なんか悪いね、なんか、それが癖みたいになっちゃうとですね、またやってくれっていうことで、これじゃあね、ちょっとなんか、あの、健全な資本主義国家としてまずいんじゃないのかなというふうに思いましたけどね。まあ、そしてね、飲食とか時短やってるところはいいけれども、その周りでこう、ね、そうそう、品物入れてるようなお店とかには、まあ、恩恵はなかったわけですもんね、今回ね。そうですよね。だからそういったことを考えてみるとですね、非常に大変。それであとですね、やっぱりこうバイトの人とかですね、いろんなことでその働いてる雇用ですね、だからそういう方々に対する保障とかいろいろね、やっぱりね、大きいと思いますね。だから何よりも大事なのは、もちろんコロナで亡くならない人が亡くならない状態を作るのは大事なことなんですけど、やっぱり同じぐらい大事にしなくちゃいけないのは、
経済の問題もきちんとやっていかなくちゃいけない。だからその意味で、まあ、これから難しい舵取りですけれども、まあ、頑張ってほしいなというふうに思いますね。うん、まずは緊急事態宣言解除、解説いただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。米中外交トップ会談平行線、次回協議のめど立たず。アメリカと中国の外交トップによる初の直接会談が先週末2日間にわたって行われ、人権や安全保障の双方の主張は平行線をたどりました。台湾、ウイグル、チベット、香港などの人権問題で中国は譲らず反発。気候変動問題や貿易、ハイテク分野でも隔たりがあり、次回の協議のめどは立っておりません。日本が重視する沖縄県の尖閣諸島周辺の領海侵入も取り上げられたということで、まあ、日本には協議内容を後日伝えられるということですが、さあ、これ週末にね、結構大きなニュースだと思ったんですけれども、岩田さんどうご覧になりましたか？いや、私はこれは非常に大きなニュースだと思いますね。というのもですね、まあ、今までの中国の在り方が大きく変わったっていうですね、ある種歴史の的なあの瞬間に立ち会ったのかなという気もします。というのもですね、アメリカが人権の問題でいろいろことを言うということは、はい、あのこれまでありますけれども、これに対してですね、ここまで中国が強硬に、ね、反発をするということは、まあ、今まで控えてたわけですよ、はい、ところがこれをね、もう堂々と世界の前でやったということは、うんうん、まあ、これはね、中国が自分たちにあの自信を、ね、持ってるということで、非常に、ね、まあ、危うい、ね、傾向だというふうに私は思います。しかもそれをその、ね、ある意味こうマスコミが出ていった後のこう、ね、密室の中でやるんじゃなくって、そうなんです、メディアもいたところでむしろメディア呼び戻してぐらいの感じでしたよね。そうなんですよ。だからもう見ろということですよね。うん、だからアメリカもそういう、まあ、バイデン政権としては要するに、はい、あの自分たちはあの弱腰外交ではないということをなんとか示さなくちゃいけないと、まあ、こういうパフォーマンスの部分と、はい、それから同盟国に対して我々はやっぱり強いアメリカっていうものをこう維持していくんだっていう思い、それから中国に対して俺たちは本気だという、うん、まあ、いくつもの意味があったと思うんですね。ところが中国の方はまあ本当に国内に向けて、はい、のメッセージ性がですね、非常に強いと思いますね。もう我々は偉大な国なんだと、うん、共産党100周年ですかね、結党100周年は、はい、そうですよね。でそれからこの2049年に建国100周年、はい、まあ、ここまでにですね、世界の中の世界一の覇権国家になりたいというのが中国の目標なんですけれども、はい、これに向かってね、やっぱ本当に邁進してるという感じがして、で我々普通の、ね、国が、大きくなっていくっていうのは、これはまあ人口も多くて、で、まあ、まあ、そういう仕方ないかなというふうに思える部分はあるんですけれども、こと中国に関してはですね、自由と民主主義を根底から否定するような価値観を持ってますから、はい、これをね、あ、そうですね、大きくなってよかったですねというふうにね、こう両手を、ね、これ諸手を挙げて賛成ということは絶対にできないんですよね。だから本当にね、日本はもう厳しい選択を、ね、迫られているというふうに私は考えますね。これ、まあ、世界の目というものもだいぶ変わってきてるなというのは、あれだけ無関心だったヨーロッパの国々が、はい、その艦艇を差し向けてきたりとかっていうのをやりだしましたね。はい、はい、いやこれは、ね、どういうふうに考えるべきかっていうとですね、はい、まあ、中国いかんぞというふうなこの人権道義的な部分で、うん、こうなんていうのかな、やってる部分もあるんですけれども、はい、このまま放置しておくと本当に中国が覇権を握りかねないという、まあ、脅威っていうのもですね、もう感じつつあるんですね。でだからそういう意味においてですね、まあ随分と中国はでかくなった。でもう今アジアの中で の軍事力がですね、はい、今やアメリカよりも優位になりつつあると、これはね、やっぱ本当世界的な危機だというふうに考えているからこそですね、ヨーロッパももうちょっと無視できなくなってきたと、まあ、こういうふうに考えるのがよろしいんじゃないかと思います。しかもそのじゃあ一番こうぶち当たる正面がどこかって考えると、残念ながら南シナ海はもう拠点まで作られてしまった、はい、そうなんです、はい、そうするとやっぱり東シナ海だとか台湾尖閣ってことになってきますか？そうですね、まあ、もう率直に申し上げるとですね、一番
中国の悲願としているのは台湾ですから、はい、台湾をですね自分たちの傘下に収めたいと、うん、まあ、これは自分たちのもう長年のこうなんていうのかな、中国共産党のですね、まあ、野望であるわけです。でこれ、はい、でも実力がなかったからアメリカがですねこう抑え込んできたという部分があって、うん、でずっとこう我慢してきたわけですよね。だけど例えば彼らはやり方として香港で一国二制度っていうものを導入しましたよね、はい、で一国二制度で50年間高度な自治認めると言いながらも、うん、もう香港の自治っていうのはもう昨年そして今年にかけてですね、はい、ほぼほぼなんていうのかな、自由がなくなって民主主義もなくなってるという状況を作り出した、うんうん、ただ考えておかなくちゃいけないのは、はい、台湾一国二制度っていうのは一番最初に台湾に提案したものなんですよね、はい、ということはですね、うん、台湾がもし政権がですねフラフラしてて一国二制度っていうものを受けてたら、うん、香港の状況は台湾で起こってたということになるわけですよ、はい、そうやって考えてみるとですね非常に恐ろしいというふうに思わざるを得ないですね、はい、そうすると、まあ、総統選を民選にした李登輝さんは相当こう巧みにやったし、はい、その危機感というものがやっぱりあったということなんですかね。いや私はね李登輝さんというのは素晴らしい政治家だというふうに思ってるんですけれども、うん、20世紀でね最も尊敬する政治家の一人なんですけれども、うん、やっぱりただですねその李登輝さんもできたのは、はい、タイミングだったっていうことあると思いますね。ここまで中国がですね今のように大きくなってしまう前だったから比較的ですね、はい、強気にいけた。台湾の方が圧倒的にお金がね、あったという状態でしたけれど、今もうなんか中国の方がですねどん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 伸びてる。で残念ながらそのなんていうのかな、ライオンをですねなんかちっちゃい、猫に見えてたライオンにですね餌をですねこう与え続けたのはこれは日本であり、アメリカであり、うん、そのなんていうのか、ヨーロッパなんですよね。西側諸国だった。西側諸国が、うん、まあ、もう中国頑張りなさいということでやってたら、どん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 大きくなったら、これ、猫じゃないと、これはもう虎、まあ、虎どころじゃないと、巨大なですね、なんか人食いドラみたいになってしまってですね、うん、でもこれが恐ろしい状態になった、でもその責任の一端は、はい、まあ、西側諸国にあったということだと思います。うん、さあそして、もう一つ用意しているニュースこちらです。 LINE 個人情報閲覧問題、政府が明日までに報告を要求。 LINE の利用者の個人情報が中国から閲覧できるようになっていた問題で、政府の個人情報保護委員会は個人情報保護法に基づいて LINE と親会社の Z ホールディングスに対して強制的に委託先の中国企業による日本のデータへのアクセス状況などが分かる資料を提出するよう求める報告徴収を行っています。提出期限は明日23日です。朝日新聞のスクープからこれ始まったというところでしたが、はい、まあ、他にもね、情報のサーバーはやっぱり韓国に置いていたというような話もあり、そうそう、はい、これ大問題になりますよね。いやこれはですね本当に日本にとって危ういですよね。でこの、まあ、私はね昔からちょっと LINE って怪しいなと思って使ってなかったんですけれども、うんうんうん、特に大学で学生たちはですねほとんど LINE でねやり取りしてますね。はい、先生 LINE やってないんですかと言って逆にびっくりされることが多くて、他のゼミではですねゼミのなんか情報を LINE で共有するとか、はい、そういったこともやってるようなんですけれどもね、私は一切使ってないんですが、これはね今回は本当危ないというふうに思いますよ。これね日本国内で使ってる方ももう9000万人近くに及ぶと、8600万人以上っていうのを私見ましたね。でその上結構こう地方の自治体だとかも住民票出すのに使ったりなんかしてますよね。そうそう、使ってで政府もなんかそれやってましたよね、総務省とかが、はい、だからね、私はねデジタル庁とかなんかいろいろ言ってますけれどもね、まあ、やるのはいいんだけれどもきちんとしたそのセキュリティを日本がですねやった上でねそういうことやらないと恐ろしいことになると思うんですね。で特に今回の情報漏洩というかですね、はい、これ流出がですね怖いのは、まあ、韓国にサーバー置いてあると、まあ、これも怖いんですけれども、特に中国の場合はですね、中国には国家情報法っていうのがあるんですよね。はい、でこの国家情報法っていうのはこういうふうに書いてあるんですよ。いかなる組織と公民も国の情報活動に協力しなければならないっていうふうに言っていて、はい、要するに中国が必要であるというふうになったらですね、政府が、それ
情報を差し出さなくちゃいかんと、こういうふうになってるわけですよ。そうするとですね、この先ほど言った申し上げたですね、はい、今巨大なこう力となっているこの中国がですね、個人情報まで、日本の個人情報をですね、これ全てね、はい、持つというのはね、これ恐ろしい事態だというふうに思います。これなんかね、対策やるって言ってますけど、ちょっとね、遅きに失してるだろうという感じがしますね。ひょっとしたらもう取られてるかもしれないし、どうアクセスしたのかわからないというね。そうなんですよ。わ、ねはい、からないっていうのは怖いですよね。何が行われてたか見えないわけですからね。この時間、政治学者、大和大学准教授の岩田篤さんとお送りしてまいりました。続いて教えてニュースキーワードです。渋沢栄一。第一国立銀行のほか、王子製紙や大阪宝石など500もの企業のなど、日本経済の基礎を作ったとされる偉人、渋沢栄一。2024年に刷新される一万円札の図柄に選ばれまして、また大河ドラマの主人公としても改めて見直されていますが、政治学者岩田篤さんはどういった点に注目されているのか伺ってまいります。いやー、にわかにこの渋沢栄一ブームみたいなのがね、はい、いろんなところでここでも渋沢栄一が偉業を成したみたいなのが観光にもなってた。そうですね、いろいろ今ありますね。岩田さん、この渋沢栄一という人物どうご覧になってますか？私はですね、まあこういうふうになる前からですね、ちょっと渋沢栄一って面白いなというふうに思っていたのは、はい、まあ、明治維新っていうものが世界の中でですね、どうしてこんなにですねうまくいったのかと。要するに、まあ今までですね、この江戸時代の幕藩体制だったものが、この明治維新というのを成し遂げて、まあ国民国家として近代国家になっていくわけですけれども、これをですね、まあ私も政治学者ですから、まあ多くの方とね同じように、普通ですね、まあ長州と薩長がですね、はい、この幕府をやっつけて、それでなんかできたんだというふうに思ってる。しかしですね、相手の政権倒せばですね、スムーズに国民国家が近代国家できるかって、そうじゃないんですよね。法律を整えなくちゃいけない、はい、あるいは資本主義社会っていうものを根付かせなくちゃいけない。こういう時にですね、実は大きな活躍をしたのは江戸末期のですね、はい、こう漢文の漢学のですね才能のあった人たちが、まあ、非常にね重要なところの適材適所という形になって重要な役割を果たしていた。でその中で、まあ、最初尊王攘夷までやろうとしていた渋沢栄一が、この資本主義ってものを日本に根付かせるんだということをですね、はい、まあ人生のテーマにしていたと、まあ、ここがね、私はすごく面白いところだというふうに思いますし、もう一つはですね、今の、なんかお金さえ稼げればいいんだという考え方が資本主義なんだと思ってる方はですね、はい、ちょっとそれも間違いだということをですね、渋沢栄一から学ぶことができるというふうに考えてます。ね、確かにそのイメージと全然違うなっていうのは、明治政府に入った、まあ、いわゆるお役人さんたちって本当いろんなところからいろんな人材をこう集めてきてっていうか、そうなんですね。それをやんないともう派閥だとかそういうの、イメージ意識してたら立ち行かなかったっていうのが台所事情としてあったようですね。そうですね、やっぱり人材はやっぱ幕府にですね結構いたわけですよね。渋沢栄一なんかも、彼はですね、まあ、なんていうかな、農家というか、はい、商人、農民と、商人の間ぐらいのですね感じだったんですけど、はい、まあ、彼なんかも大活躍ですよ。で、まあ、これね、やっぱりこう外に目を向けて何かこうパチッと変わるみたいなことっていうのが、まあ、いろんな人の話で官輪丸に同行したからみたいなとかいろいろ聞きますが、渋沢栄一自身もそうだったんですかね。渋沢栄一はですね、パリに行ってるんですよね。でパリの万博の時ですね、はい、これは徳川家の一橋家のですね家臣として行ってるわけですよ。一橋家の家臣だから、最後の将軍の慶喜の出たとこですよね。慶喜、ね、の弟さんをね、フランスまで連れていく係をやってたんですね。で大政奉還しちゃって戻ってきて、はい、でその後明治に政府に勤めると。なるほど。でその後すぐで、はい、辞めるんですけど、彼の中で重要なのはですね、何よりもいっぱい会社作ったことも大事なんですけれども、彼の哲学というか、商業哲学というか、これが資本主義の精神に最も近いと思うんですけれども、はい、論語とソロ版という本がありまして、はい、でこの
論語っていうのは道徳と言っていいと思うんですけれども、道徳と、はい、そろばん、商業っていうのはですね、はい、乖離しちゃいけないと、両方両立してないと、国としてうまくいかないよと、また個人としても商売うまくいかないよっていうことを、まあ、ずっと説き続けてるんですけど、この精神が非常に大事だというふうに私は考えてます。これ論語、まあ、当然最初は中国語漢語で書かれているものだから、はい、やっぱりその漢学者たちが明治時代に入っていた、はい、そこが背骨になったっていうのもやっぱり相通ずるものがあるわけですか。その通りです、その通りです。だからもうそのなんていうのかな、論語 とか、まあ、例えばですね、漢学者たちがもっとすごいのはですね、いろんな自由とか、はい、そういった概念をいろいろ作ってきますよね、はい、こういったことも漢学のだから江戸末期のですね、教育水準っていうのはもう驚異的なほど高かったということをね、やっぱ我々はもう一度認識した方がいいと思いますね。そして明治あそこの維新で分断されたわけじゃないということですね、これはね。そうなんですね。今日のキーワード渋沢栄一でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。菅総理防衛大学校卒業式で訓示。菅総理大臣は昨日防衛大学校の卒業式に出席し、自衛隊の最高司令官として最高指揮官として卒業生およそ500人に訓示しました。総理は PKO などの30年前に誰も予測できなかった数々の任務に立派に対応してきていることに触れまして、今後30年についてもこれまでにない課題や脅威が現れ、新たな任務が自衛隊に付与されるのではないかと述べました。確かに30年前は PKO に出すというところでも世論沸騰みたいな、ね、感じになってそうでしたね。もうあの当時はです、私はもう記憶ないんですけれども、その当時まだ、はい、子供でした、小学生でしたからね。だけれども、そのもう集団的自衛権の時にですね、はい、PKO の時のことをね、過去のものをね、全部ね、朝日新聞をね、読んでみたんですよ。そしたらですね、言ってることがね、この間の集団的自衛権のね、反対するのと同じこと言ってるんですよ。要するにね、PKO ができて、はい、自衛隊を外国に派遣することになると、我が国のですね、立憲主義は破壊されて、はい、憲法は死ぬというふうに言ってたんですよ。でそれから、ね、30年、はい、なんか綾小路きみまろさんじゃないですけどねそれから30年経ってですね、はい、どうなったかって言ったらですね、はい、今度は集団的自衛権で憲法が死ぬと今度言い始めたんですよね、はい、私はねこの議論を、ね、見てて思いましたね。このいわゆる護憲派の、ね、人たちはね、憲法のことをねなんかね一回死んでも蘇るゾンビのように扱ってるわけですよ。この間死んだんならもう死んでるわけなのにね、今度また死ぬと、そうするとですね、また30年後何言ってるかっていうとですね、はい、また憲法が死ぬって言ってるはずなんですよね、おそらくね。だから新しい任務が付与される、それは時代の流れですから、はい、当たり前のことですよ。だって例えば宇宙の問題とか、はい、そういったものをですね、どん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 技術は進歩していくわけですから、それは国守るために、やることはいろいろ変わっていくわけですよ、はい、でその中においてその時代の、ね、流れの中についていけずにぼーっと同じことをね、してるだけだったらこれ意味ないんですから。でこれをまたねなんかちょっと批判的に取り上げて、はい、また新しい何かをさせようとしてるみたいに言うのは、ね、おかしいわけでして、時代がね30年変わって、はい、で同じ今日と同じことをね30年後やり続けてたら、ね、これは無理ですよね。だって今から30年前ってはっきり言って、携帯電話もなかったしスマホもない時代ですよ。時代によってやっぱり技術によってそれは国のね守り方は変わるのは当たり前のことですから、今回総理がおっしゃったのは当たり前のこと言ってるだけだというふうに私は思いましたね。しかもね PKO、まあ、最初に派遣されたのはカンボジアでしたけれども、はい、やっぱりその中東での湾岸戦争でのね、はい悔しさみたいな、あれだけお金出したのにっていう話、やっぱあの当時は中東が正面だったけれども、それこそ先ほどの岩田さんの話にあった通り、はい、今正面がこの目の前に来たってことですよね。そうなんですね、近づきつつあるんですね。つまり台湾の問題に関してですね、もしですよ台湾有事があった時に、はい、まあ、日本はですねその関係ないと、自分の国の平和が一切、ね、侵されてないんだから台湾有事は知りませんよと、だからもうどうぞ勝手にね中国と台湾でやってくださいと、そういうね無責任なことはねできないですよ。もう目の前の問題ですしね、シーレーンの問題とか考えてみたらですね、
もうある種ですね、運命共同体にね、近いところがあります。特に価値観をね、ここまで自由と民主主義をね、共有している国家をですね、我々が、国家とか、まあ、地域といった方がいいのかな、をですね、見捨てるっていうことはね、これあってはならないというふうに思いますね。もう事実上はね、民主主義で自分たちで総統を選び、トップを選びっていうことをもう、しかもそれをこう、長いこと続けてきたと。そうです。ところが台湾にあるということですよね。そうなんです。だからむしろね、それをね、中国は見習うべきなんですけれども、逆にですね、その台湾を自分たちの方のね、力ずくで中国共産党のこの非自由、非民主主義のね、体制に組み込もうとしてるっていうのは、これはね、やっぱりね、自由主義諸国が連携して守らなくちゃいけないというふうに私は思いますね。日本はずっとね、自由で開かれたインド太平洋という旗を上げ続けて、この概念というものがこう重要になってくるわけですか、今後は。全くおっしゃる通りですね。例えばクアッドとかですね、はい、こういったもう日本だけで中国と対抗するっていうのは、まあ、これ本当に、ね、残念なことではありますけれども、もうもはやですね、経済の規模、それから人口、はい、それから技術の面においてもですね、一対一でですね、こう対峙すること非常に厳しいとなるならば、やっぱり価値観を同じくするですね、はい、大国同士が連携しなくちゃいけないというふうに思いますけれども、なんか日本の中にはですね、なんかいいとこ取りしようとする人がいるわけですよ。はい、もう中国とも仲良くやりながらですね、アメリカとも仲良くやろう、こういうね、なんかコウモリみたいなことをやってるとですね、どちらからも嫌われるということになりかねないので、まあ、気をつけないといけないですね。なんかそういうね、なんか例えば昨日の朝日新聞の社説なんかにもありましたけれども、ね、はい、それが賢いことだみたいなことを言ってますけど、そうじゃなくてね、そのずる賢い人間というのは信用されなくなるだけですからね。国際社会から信用されなくなったら、もう我が国の存立は危ないというふうに私は考えてますね。確かに、まあかつてというかつい最近ですけれども、まさに同じようにこうアメリカにつくか中国につくかって、やろうとして結果どちらからもそっぽ向かれたっていう国が隣にありましたよね。韓国のパクグネ政権ってそれを試しましたよね。いや、自分でやったんですよ。でそれはやっぱり、そしたら、まあ、今度はもっとおかしな大統領が出てきてですね、北朝鮮にこうついていこうというね、のが出てきたわけですけれどもね、まあ、これはね、まあ、いい、なんていうかな、こういうことやってもどこからも信用されないっていういい例だったというふうに思いますけどね。まあこれね、今後の日本のこう在り方として、ただ最終的にはやっぱり自分の国は自分で守るって、これ姿勢は見せなきゃいけないわけですよね。もちろんです。同盟国がですね、あってもですね、それ自分の国を自分で守るね、意思も気概も持たない国をですね、守ってくれる国なんかありゃしないですよ。尖閣諸島の問題で、もしですね、中国が攻めてきたらどうするんだって言った時に、多くの人がね、いや、アメリカが来てくれるじゃないかということを言うけれども、それ間違いでしてね、やっぱりまずは日本で戦うと、その時に側面支援をアメリカがしてくれればありがたいという程度の話でして、最初からね、日本の自衛隊は戦わないけど、アメリカさん行ってくださいじゃね、これはアメリカ人の方が納得しないですよ。なんでアメリカ人はその日本人のためにね、命流さ、血を流さなくちゃいけないんだというふうに、それはトランプさんがね、最初に言ってたことですけれども、こういうね、常識っていうのはね、それは当たり前で、我々だってそういうふうに思うし、アメリカ人だって思いますよ。自分の国は自分で守ると、まあ、ここの最低限のですね、どこの独立国家でも持ってるこの気概っていうものをですね、忘れては国防は成り立たないと思います。そのためのこう予算付けだったりとか装備だったりとか足りんのかって、本当は国会でこれやるべきですよね。いや、おっしゃる通りですね。で、むしろですね、今日ね、防衛大学校の卒業のお話でしたけれども、はい、私の教え子もですね、幹部候補生学校っていうのは一般の大学から行ってるんですね。私のゼミ生も行って、今年も行くんですけれども、でそのね、卒業生に聞くと、はい、練習の時の、油が足りないからですね、本当はこの何キロ行かなくちゃいけないところ、それを半分にするとかね、それ練習が十分にできてないなんてね、そんなことあっていいんだろうかというのはね、本当に強くね、憤りを感じますね、私は。防衛大学校卒業式訓示から、まあ、この国をどう守るというあたりまで、幅広くお話しいただきました。